真剣に考えてほしいの、別れること。は？お前らもうダメなのか。いや、ダメとかそういうんじゃないから。なんかこう、主人公をもっと痛くしてんだよ、俺らぐらい。これお前がモデルか。もうちょっと自分さらけ出した方がいいんじゃねえか。もっとこう、自分をさらけ出すっていうかさ。なんなん、バツイチとか映画監督って。だいたい映画監督はなんで玉村に住んでんだよ。あ、小川涼子です。はじめまして。はじめまして。待ち人来たる。家族の誰かが必ずや幸福な出会いを持ってきて、目の前が急激に開けるだろう。よく見るし、車両見れないから、どうせ払えないだろうし。悔しくねえのかよ、ボロッカス言われてよ。頑張って映画作りゃ、神さんと世に戻せると思ってたんだろ。それが不純だっつーので、どうなんすか本は。男は狩りに出なきゃダメなんだよ。戦え、戦え。俺みてえな。父ちゃん母ちゃん死ぬまでに、なんとかあと1本、2本か3本、いや多いほどいいけど。